クリズエテイキランは、日本の武士、浮世絵師、下作者。エイカテイクリズエ、クリズエテイ、スヤマ、オスカキランとも名乗った。本名は、稲文語であったが、後に改名し、オ須スが修造となった。晩年は、フツランと合した。なお、文献によってはクリエダテイキランと表記されていることもあるが、誤字であると推察されている。河内国出身の浮世絵師、 下作者である。もともと武士であったが徘徊と絵画を学び、陣屋の手代を経て、浮世絵師となった。その作品は、東海道名所図絵などにも収録されている。その後、東海道の宿駅ごとにまとめた、新四六、東海道人物詩を表し、好評を博した。さらに、特本の執筆にも取り組み、新編復讐家ゲロの巻、ながら長者校長奮、 勇夫前伝絵本さらしな造紙などを次々と上司し、その作品は歌舞伎として舞台化されるなど下作者として名を馳せた。1744年、河内国のマムタ軍にて生まれた。青年期には稲文吾と名乗り、下級武士として長石に仕えた。しかし、この頃からすでに絵画、教科、レンガに才能の片鱗を見せていた。なお、後に、 大須が修造に改名している。1779年、妻を連れて、三河国の厚見国吉田城下に転居した。吉田城下においては、絵画や徘徊の腕を磨いた。なお、共に、吉田城下に移り住んだ妻は、この地で亡くなっている。完成年間に、伊豆国の君沢郡三島塾に転居し、三島陣屋の手代として働いた。 正月6日三島祭1797年、三島神夜を退職し、駿河国の宇都軍府中塾に移り、浮世絵師として活動するようになった。正月6日三島祭と題した作品は、東海道名所図牧巻の子に収録されている。なお、府中塾に移ってから養女を迎えたが、この養女が、医師にとつぐことになった。それを機に、千日詣でに行くと言い残して、家を出て、 そのまま東東海国の佐野伊立方村で暮らすことにした。その後、1800年になると、同じく佐野郡の日坂塾に転居した。日坂塾では、画業に励む傍らタバコや、キラン屋を開業した。なお、日坂塾にて5歳を迎えている。勇夫、全伝え解本さらしな創始牧の1、1803年、新主録である東海道人物史を上司した。 この本は、東海道の宿駅ごとに、居住している学者や文人などの名が掲載されており、菊者、リマや、須原屋といった三都の書林から出版された。その後、1807年に特本である、カニサル祈願を上司した。以降は、特本の執筆に励み、計22編を出版した。さらには、作品が歌舞伎として舞台化され、三都で上演されるなど、 ゲ作者として知られるようになった。1807年に発表された新編復讐影楼の巻。1811年に発表されたながら長蛇校長奮。1811年から1821年にかけて発表された勇夫全伝絵本さらしな造詞などが代表作として知られている。なお、ゲ作者としての活動の傍ら、日坂塾にて寺小屋を開き、 近隣の子供らの教育に尽力した。寺小屋で指導を受けた者の中から、後に、東う海国宝特社を創設する、岡田佐平寺らを輩出した。なお、日坂塾での生活については、佐野郡下又村で商屋を務める大場大輔らが支援していた。また、日坂塾にて迎えた5歳を、文政元年に亡くしている。晩年は、近隣の長松院にて参戦し、 普通らんとこうするようになった。1823年4月4日に死去したが、墓所も長松院に置かれている。勇夫、全伝え解放さらしな葬儀牧野一笠帝、戦火による、簡単諸国物語節巻牧にも影響を与えた。勇夫、全伝え解放さらしな葬儀牧野一一般に、栗杖帝として知られているが、文献によっては、 クリエダと表記されている場合もある。例えば、鬼玉自身の特本ですら、クリツエとクリエダという表記がそれぞれ存在し、特に、新編復讐化ゲロウの巻に至っては同一の本の中で、クリツエとクリエダという2種類の表記が混在している。また、読み方についても、根弱更新坦の本文には、クリツエテという表記の横に、 立上定期乱と振り仮名が併記されているのに対し、初瀬物語では、栗枝定期乱という表記の横に、立志定期乱と振り仮名が併記されているなど、複数の表記が参見される。国文学者の藤沢武氏は、鬼卵が編纂した、東海道人物誌ではすべて、栗栄定表記に統一されている点、鬼卵が、 教科作者として、栄華テクリズエという語を用いていた点を指摘し、本来はクリズエ亭であるべき可能性が高いと論じている。また、クリエダ亭という表記が出現した理由について、藤沢は、どうも諸子間の単純なミスが原因と考えるのが一番わかりやすいと指摘している。死別した戦災も、鬼卵と同じくクリカ亭コッパの門下として、教科を学んでおり、 夜縁とこうした。ありがとうございます。